では続き始めていきましょう。前回ね、イカダを取ったので、このように、フィールドにあるハートの器を取りに行けるので、まずはこれを取りに行きましょう。これで、ハートの器は11個になりましたので、まだあと1個でマジカルソードが取れるんですけども、あと1個足りないですね。ということで、レベル5のダンジョンに向かっていきましょう。はい、ここですね。表ではレベル4の、ダンジョンだったところが、裏ではレベル5になってるっていうことですね。まあ、前回ほどは多分難しくないんじゃないかなと思いますけど、でも今回から、ウィズロープとかライクライクといった敵が出てくるので、ちょっと厄介ではありますね。さあ、ろうそくを装備していきましょう。当たるか。こいつは倒した方がいいな。あ、時計だ。時計取ると、無敵になるので、ダメージ食らわなくなるんですよ。こういう風に。なんでやね。スーパースターと、時間を止める効果両方持ってるんだよね。時計って。で、この部屋厄介な。ライクライクはホワイトソードだとかなり厳しいので、もう無視できます。危ねえ。で、ここ。ここも厄介。とにかくね、赤バブルに触れると剣が触れなくなるので、赤バブルにだけは触れちゃいかん。最悪ダメージは負ってもいいけど、赤バブルにだけは触れちゃいかん。とにかくドアまで、階段まで行ければいいんだよね。いやー無理か。厳しいな。あ、行かせて。よし、なんとかご了承できた。ホワイトソードでね、戦うと、ウィズロープってかなり結構硬いから、赤でも2発必要なんだよね。青は4発だったかな。ここが、やばいんだよね。ここがな。もう本当、ここはもうご了承しかない。ご了承しかない、ここはもう。このね、壁の中にウィズロープがいるときはね、ビーム打ってこないから、壁の近くで戦うと安全というか、壁の周囲で、ウィズロープが来たのを切るっていうか、やばいやばい、やばいやばいやばい。危ねえ。説明してたら心臓になった。危ねえ危ねえ。いや、ウィズロープ威力高えな。やっぱ舐めちゃいけねえわ。いや、舐めてないんだけどさ。下向けない。あ、やばい。頼む。おい。あ、ちょっと、来ないで、来ないで。とにかく相手が来る。カウンター待ちで行く。こうやって。カウンター狙いで行く。カウンター狙い、よしよし。あと一匹。よしよし。よしよし、そう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 。こういうふうに壁を通ってるときは、まだか。壁の間は、はい、あれ、まだか、あと一発。4発か、やっぱり。あ、5発?わかんない。今5発だったかもしんない。まあ、とにかく。よし、なんとか倒せた。死ぬかと思ってたけど。なんとか倒せよかった。前回ちょっとね、収録ミスってたんだよね、後半。だからちょっと、今回もミスるかどうかちょっと、不安だったけど、まあ、できててよかったです。で、ゴーマ。こいつはね、倒せない。今の、現時点では。なぜなら、弓がないから。で、ここに、あそこまで行きたいんだけど、これも触れたくない、なるべく。あ、もういいや。触れちゃったでいい。ここは触れてもいい。で、これを取ります。今、A ボタン押しても反応しないです。これは赤バブルに触れてるから、あれなんですよ。なんて言うんだ。ちょっと、ブーメランに変えるか、さすがに。うむ。よし、オッケー、いける。いや、もう、何回触れても同じだ。まだ、このダンジョンには、青バブルがあるからね。青バブルのところまで、戻れば OK。ここはね、で、倒すと鍵もらえるんだけど、余裕がないので倒さない。余裕がある人は倒してください。鍵がもらえます。よし、ということで、さっきの部屋でも、まで戻る。やっぱりね、
余裕が、ね、鍵は表で結構金で買えるので、なんとかそうやってね、金で解決します。電動スイッチだとね、くそ、当たんなかった。ギャンブルが無限にね、巻き戻し機能を使えば無限、おーい！ここ、いや、まあでも、あ、ダメだ。いや、ここは、もう、行く、無理無理無理。もっと楽に青バブルに触れられるところがあるので、そっちで行きます。やばい、危ねえ。で、ここだな。あれ、ここ青バブルじゃなかったっけ？ちょっと待って。一旦ちょっとカット、ごめんなさい。はい、すいません。今の部屋の、敵を倒さないと、マップが、もらえないので、青バブルに触れるためだけに戻ってきました。やばい。超やばい。終わった。あー、食われちゃった。シールド食われた。今みたいにね、ライクは、シールドを食ってくるんですよね。というふうに、マジカルシールドを食われてしまいました、今。いや、これだとね、ビーム攻撃を防げないんだよね。まあでも、まあ、これでいく。しょうがない。これでいきます。ファンデです。あ、やばい。いや、まだいける。この地形は結構、リンクにとって有利な地形なんで。あー、もうバブルうざい。触れる。来た。あと、ブーメランでやりたいけど、ブーメランでやるか。あー、もうくそ。よし、あと一匹。違う、そっちじゃない。よし、倒した。マップ手に入れました。これ2に見えるでしょ。これ Z です、Z。使えるな？よし。縦は食われちゃったけど、なんとか、マップは手に入れることができた。ここで、やばい、あー、意味ない。これね、赤バブルに触れたら終わりです。あ、それどころじゃなかったですね。まず明かりを灯して、青バブルに触れて、あー、ちくしょう。もう一回青に触れないと。てか死ぬ。その前に死ぬわ。回復する。この部屋が一番厄介かもしんねえな。この部屋以降、青バブルが出てこないので、これは、この部屋で赤バブルに触れちゃうと、永久に、剣が触れなくなって、死を待つだけの、ダンジョンになるんですよね。青バブルに触れないと俺は死ぬしかない。あ、しかも盾がクソ貧弱な盾だから。もうダメ。人生終了の知らせ。畜生。とにかく、当たらない。よし、こっちから行く、危ね。頼む、来ないでくれ。よっしゃ、抜けた。危ねえ。何にも当たらずに行けた。あー、でもここも、やばい。死ぬ。回復する。間に合う、よし。間に合った。危ねえ。もうね、トラップとか気にすんな。気にすんな。下行け。よし、危ねえ。いや、もう、死ぬかもしれん。回復がなくなっちまったからな。こいつら倒して何とか回復を取りたい。こいつらにね、ちょっと。回復取りたい。よし、ナイス。お前らだけだよ。癒しは。よし、コンパス取った。これで、このダンジョンで取るべきアイテムは全部取りました。弓とマップとコンパス全部取ったんで。あとは、ここは取れないです。はしごがないと取れないんで。こいつか。こいつ厄介だな。まあいい。あ、間違った。一発でやってくれ。あと一匹。あと一発。頼む。よし、倒した。割と苦戦せずにいけた。よし。ナイス。よーし。この調子。いや、もうこいつら、もう、無視。こいつら倒す必要ない。もう、邪魔だな。
もうちょっとね、リズミカルに。よし、いけた。もう、スルー、スルー、スルー。いや、死ぬかもしんないな、もしかしたら。この体力だと。もういい、ほっとけ、スルー。ここがボスなんで、もう。あともうこいつをぶち倒せば勝ち。こいつ倒せば勝ち。この三つ首のグリオークを倒せば勝ち。あ、やばい、やばい。胴体には判定ないんだよね。どうやら。判定ないらしいんですよ。調べたんだけど。やばい、やばい、くそ。まだだ。まだ終わってない。まだ心は折れてない。ああ。よし、もう。強豪突破。ほら。あれ？たまに間違ってスタートボタンを押しちゃうんだよね、これね。よし、一匹、あと二匹、やられてくれ。ほら、もう連打で、数打ち当たるじゃなくて、あー、やばい、くそ。あー、くそ。いや、避けられねえ。避けることができない。ヒットアンダーウェイができない。ダメだ。はい、回復して戻ってきました。ほら、頼む。ほら、あーくそ。あ、これじゃダメだ。まだ、あと2匹。あと2匹。あと、あー、うわー、当たってくれ。当たって、当たって、当たって、お願い。お願い、当たって。将来。あー。うわー。まだ、あーくそ。当たれ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 、当たれ、当たれ、当た、当たれ、当たれ、よし、よっしゃ、ああ、マジ、やっば、ライフ、ハンライフ残して倒した。あぶねえ。なんとか、レベル5の、裏レベル5も、なんとかね、ホワイトソードで、三本首のグリオークを倒すことができました。過去最大の、ボス戦だったのではないでしょうか。ということで、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローとしていただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。